おはようございます。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりですの方はお久しぶりです。今回最終回なんですけども、実はですね、だいぶ試行回数を増やしてやってみたんですけど、さらにオプションでですね、難易度の他にこれルーレットオンオフってあるんですね。でルーレットオフの状態でも何度も試してみたんですが、残念ながら全キャラコンプリートした状態で魔王を倒すというのはどうやら物理的に無理っぽいです。それもその7月だっけ、5月か4月かな、忘れちゃったけど、その4月か、4月から9月までに出てくるこうキャラクターのカーソルというか、なんて言うんだろうな、アイコンがあるじゃない、あれの数とエンディングの数が合わないんですよ。やっぱどうやっても全員からクリスタルを得た状態でクリアということができないんですね。できなかったです。なので、残念ですが、まあここまで出し惜しみしていました。おもがねさん、はい、おもがねさんのエンディングを見て、最終回とさせていただこうかなと思います。で、おもがねさんのエンディングプラス全員これおまけモードで手紙が読めるらしいんです。まだ一個も聞いてないです。楽しみなんで、最終回に撮っておこうと思ってたんで、を全部見て終わりにしようかなと思います。はい、ちなみにこれまで、ルーレットオンの状態でずっとやってまして、ルーレットオフにできると気づいたのも昨日なのでいやー、これを知ってればね、もっと前にいろいろできたのにね、わざわざルーレットを回してやってたなんて誰も思わないよね、ほんと。まあちょっと話が長くなっちまったけど、今日は最終回ということで、おもがねさんのショーを見て終了にしましょう。では次からやっていきます。あと全然関係ないけど、このカーソル出て選ぶ画面で LR を押すと、こうやって選べますキャラクターを。かわいい、みんな。これ俺もうマウスというかこうポインターに欲しいよね、パソコンの。じゃあせっかくなんでおもがねさんでいきますか。おもがねさんかっこいい、いいね。じゃあちょっとすごい見にくいけど、とりあえずゲームでいこう。問題、どんな顔で見てんだろう。ストリートファイター、これは3ですね。ナムコのレースゲームはデイトナ USA じゃなくてリジレーサーですね。もう俺もかなりのね、クイズマニアと言ってもいいぐらいクイズの知識が増えてしまったわ。特にこのゲームのだけどね。じゃあおもがねさんのショー進めていきましょう。誰の気持ちが知りたいの？サミちゃんね。誰ですか？そりゃそうだよ、まだ出会ってないもの。これから出会うんだよな、さきちゃん。あと、ご褒美にこれをあげるわ。ありがとう。うわあ、キャー、メタ出たー。いや、エミさんかい。問題。ああ、なんだろう、どうなってるんだ。ギャー、なんだなんだ、あどこにいたんだあんなやつ。逃げろー。あ、そうだ、逃げなきゃ。民間人を探して。君は白心だったの。問題です。スーパーマンの出身はクリプトン星ですね。問題です。サンダーバードのメカのうち宇宙ステーションは何個？3個あたり。問題です。あ、そう。問題です。Z の秋田さん一丁度じゃん。 Z の火の玉の温度ぐらいは分かる。ゴジラ VS メカゴジラ、メカゴジラと合体するマシンはガルーダ。この特撮マニア佐々木にお任せある。心配いりません。あとは我々地球防衛軍に任せて。はい、よろしくお願いします。え、兄ちゃん、兄ちゃん、なんだ学ぶ。遊んでほしいのか。いいだろう、特撮の角でぶん殴ってやるよ。帰ってきた俺は大丈夫で、タッコングと戦った怪獣の名前は、え、タッコ
コングと戦った怪獣の名前？ズダブーン、ザザーン。リトルショップオブホラーズに登場した人間、え、なんだこれ、ロッキーじゃない、バイバイ、オードリー2、知らねえ。仮面ライダーブースリーに変身する青年の名前は、バイバイ、風見四郎さん。どうしよう、全然知らないな俺。92年公開ゴジラ VS モサに出てくる黒いモサの名前は、早く答えろ、ダークモサ、バイバイ、バトラ。知らないんだよお前の出す問題は一つも。問題、入試問題から出せ。日本の主な気候はどれ、早く答えろ、温暖、湿潤。漢字にすると3文字になるのは、赤ずきんじゃ、イノシシ、一寸帽子。え、3文字になるの、一寸、あ、4文字じゃん。柔らで主人公を演じたのは、やばらで主人公やつだ、石田ひかり、浅香唯。ウルトラマン最初はウルトラマンを倒した、もうちょっと難しいんだよさっきから。これぐらいの問題を出せよ。フジ TV のアナウンサーでないのはどれ、天宮東子。これ前に出ました。なんだお前か、どうしたんだ今日は。いいこと教えてやろうか。お、いいことなんだろうな。もし違ったらこの特撮の角で。俺、地球防衛軍の隊員なんだ。なに？ふざけんじゃねえ、殺すぞ。嘘じゃないもん。でも秘密なんだ、言うと怒られる。怒られるぞ、今すでにもう。まずお兄ちゃんに怒られるからね。お兄ちゃん思いっきり殴るから今。お母さんに言うなよ。誰の気持ちが知りたい、サキちゃんね。もしかして、マナブ君のお友達ですか？あれ？マナブ君と出会ったことによって、さきちゃん、本当にマナブ君は地球防衛軍の人なんじゃないか。おお、マナブ、お前おもがねさんと知り合いなのか。まあまあ鼻水も拭いてほしいけど、ちょっとなんとかツテを使ってさ、俺とさきちゃんの間を、あ、恐竜が怒ってる。任しとけ、俺のこのベルト見たことないか。見ておくよ、俺の変身を。うるせえなこいつ。大丈夫だよ、すぐ来てくれるよ本物が。来たー、やっぱり困った時はサキさんよ。かわいいなサキさん。特撮で勝負だ。ガメラ2の問題、ガメラは血は緑色じゃない？ゴジラ VS スペースゴジラ、モゲラは戦闘機と何に分岐する？潜水艦、戦車か。アニメでいくか。じゃあこのジャンセレマジいらないんだよな。リボンの騎士、サファイアと行動を共にするのは、サファイアとチンク。問題です、問題です。マジンガー Z を助けてアフロダイ A に乗るのはユミサヤカ。まあ特撮みたいなもんよこの知識は。マナブ君、早く基地、基地へ。なんでお前名前呼ばれてんの、まさか本当に防衛基地って。兄ちゃんこっち、早く。ここ遊園地じゃん。えっ、なんか出てきたぞ、なんか来てたぞ。あれなんだ、あれいいのかこれで。おっ、もう倒したんだ。いつも危ないところを助けてもらってありがとう。まあね、ほんとそうよ。大変ですね、女の子なのに。実は女の子じゃないんですって言われる。私の使命です。ああ、やっぱ女の子なんだ。ああ、おい、おっぱい触るな。姉ちゃん強いんだから。なんだお前さ、いいなお前、子供という。学ぶくん、あ、怒ってる。ふざけてると大怪我するから。見栄を張ってるじゃん。さきさん、さきさんの大見栄が出たね。言ってー、怒った。やっぱ裏剣もしかしてこれ裏剣打ったんか。マナブくん、ブサイクだな。自己紹介、マナでしたよね。おもがねさきさんですよね。存じております。では、特撮で行かせていただきます。答えてください。任せてください。モスラでモスラが戦った怪獣は、
ゴジラじゃないんだ。キングギドラ。デスギドラ、なんだそれ。夏の祭典鈴鹿8時間耐久レースが開催される鈴鹿サーキットは三重県です。答えてください。特撮関係なくなっちゃった。ガンスマ、うん、ガンスミスキャッツ。主人公ラリーの愛用する銃は、ま、悪さじゃないと思うんだよな。時間がないです。 CZ75 知らない銃選んでみた。俗に池や沼で魚を集めるために木の枝をたくさん沈めて作る場所のことを何というか。まだですか。時間がないです。徳川。織田。答えてください。騙されないように用心するの意味。眉に唾をつけ。いいね。いいよ。私、おもかねさきです。会いたかったわ。よろしく。よろしく。俺は佐々木って言います。俺は星野学。いい名字してんじゃないか。星野学くん、よろしく。実の弟だと思ってたわ。あ、こんにちは。こんにちは。またお会いできましたね。僕もこんなところで私服の佐々木さんに会えるんだ。あれ、俺私服を認識できてないのかもしかして。いや、学ランだしな。僕は何、学生服の。いや、顔で覚えろ、顔で。ジャッジ・ドレッド。何それ。アメリカ？違います。いや、知らない。何ですか、ジャッジ・ドレッド。スター・ウォーズシリーズ、ダース・ベイターの息子だったのは、ルーク・スカイウォーカー。答えてください。エルム街の悪夢に登場する、鉄の爪をつけた殺人鬼。答えてください。フレディ。帰ってきたウルトラマンの地球での仕事は郷秀樹。いいね。順調と言って差し支えないな。覚えてないんですか。これはちょっと寂しいな。ああ、いや、この前とは格好が違うから。今日はどうしたの。非番だから出てきたんですけど、この辺りはよく分からない。あれ、これデートフラグじゃない。あー、これあれだな、突然警報が鳴るタイプだな。ほら、読めてるわ完全に。あ、出動みたいです。今度ちゃんと案内してくださいね。では失礼します。いいな、明朗でいい。快活だ。おー、お前か。なんだよ。問題。何も言わずに問題出してきやがった。次のうちプログラムゲームはどれ。ベーシー。平安時代に最澄かな、最澄が開いた宗教は。最新。あー、祭典。なんか覚え方あったよな昔。金閣とか銀閣とかも。デザイア。ルナシーのアルバムはスタイル。じゃあ問題。知らないけどね。魔少年ビーテー、ビーテー、主人公ビーテーの癖は何。髪をかき上げる。漫画だろ、漫画で髪をかき上げるの何もやんないと思うんだよね。爪をかく。耳を触るんじゃないかな。一番かきやすいのを選んだ。遊んでよ。なんだお前、鼻全然拭かねえなこいつ。ごめんなさい、待ちましたか。待ちましたかってなんだ。インデペンデンスデイ、タイトルの由来は。独立記念日。問題です。テレビ仮面ライダー初期に橘富士兵衛。はい、答えてください。まだですか。アミーゴ。やったぜ。問題です。全然わかんないけど。イナズマンで。いや、知らんわ。早く答えてください。超人同盟。あー、少年同盟。サンダーバードで国際救助隊の協力者ペネロープの。早く答えてください。パリ。違います。わかりました。ウルトラマンゼアス2なんてあったの。レディベンゼンが、レディベンゼンが地球に送り込んだ黒いウルトラマンは。シャドウ。
いけるもんだな。鼻の頭の毛、あ、確かに気になってはいたわ。あれ、鼻孔を広げるやつではないな。昨日の出動ですりむいちゃいました。あ、そうなんだ。すりむくぐらいで済むんだね。すごいね。気をつけないと危険な仕事なんだし。ありがとう。でも大丈夫です。そんなことより早く行きましょう。これ何、いつの間にか俺らはデートの約束をしてたってこと。ああ、また。あ、また。ごめんなさい。出動みたい。しょうがないよ。それがなりわいなんだから。大切な仕事だもん。怪我しないように気をつけてね。はい。また会ってくださいね。ずいぶん気に入られてるな。今日はデートだ。場所を選んでね。やっぱ遊園地なんじゃない？遊園地なんか行きたがってなかった？でも遊園地に違うか。映画？どこだろうな。まあ遊園地行ってみるか。わあ、感激です。嬉しいです。素敵です。嘘っぽいな。なんか喜んでんだろうな。でもこれは問題です。ズームイン朝でおなじみアナウンサーどれ。福澤明じゃないかな。明って動画組んだっけ。違います。あれ、福留さん。あ、そうなん。勇者ライディーン。ライディーンが鳥型にチェンジしたゴッドバー。正解です。答えてください。ゴーッド。アメリカンタイプのバイクはどれ。バンディ。正解です。スティードだそうです。知りません。答えてください。何にもわかりません。フェイズ・ザ・バレンタインデー。感激です。答えてください。 What is… なんてだ、なんてだ、シール。早く答えてください。まだですか。モグラ。違います。アザラシのことシールっていうの。伊豆の踊り子。早く答えてください。川端康成だよね。まだ。あー、よかった。自信なかった。今文豪を4人も揃えられるとなんかどれでもいい気がしてきちゃうもんな。今日も楽しかったです。あー、よかった。また誘ってください。すごい気に入ってくれてるな。じゃあ特撮で最後は特撮で一コロよ。ガメラ2の問題。主人公的存在の早く答えてください。トラセかな、ワタラセかな。海上安全じゃない、自衛隊なんだ。へえ。問題です。ガメラって海から来るのかな。俺ガメラ見たことない実は。超人戦隊ジェットマンの最終回で死ぬ隊員は。ゴーグルブラック。ブラックコンド。ガメラ2の問題。総体と呼ばれる海植物が放出する有害な気体とは。メタンガス。わかりませんって。助けてよ。答えてください。ロードスストー戦記カードゲームコレクション。もう全然わからん。講談社。助けて。助けて。冷却パーツでないものはどれ。ラジエーターじゃないんでしょ。じゃあパワーフロ。答えてください。バイクの問題。ホンダの二輪レース部門。ホンダレーシングカー。答えてください。サッカーワールドカップは4年に一度。こういう問題があれば、てかどんな何勉強してもというか何周回っても分かんない問題は分かんないな。どうしたんですか。変ですよ。そうかな。仕事辛くないの。なんか大変そうだけど。私この仕事好きです。それに私の使命ですから。なるほど。そうだな。無理はしないでほしいな。はい、ありがとうございます。もうなんかこのけなげな感じが人気あるんだろうな、さきちゃんは。え、まっすぐだな。ため息が出るな。失礼します。ドキドキしちゃった。行き先を選んでね。ちなみにこのルーレットなしモードでは行き先をこうやって選べる他に LR でこのようにアイコンも変えれる。おそらくアイコンはいつでも変えれたっぽいな。最近調べました。
知りたいの？さきちゃんの気持ちを教えてくれ。あの方には何でもお話できる気がします。好きって告白されたし、なんか発展したかと思ってたんだけど、今日はデートだ。場所を選んでね。前回、遊園地だったから。あ、プールいいんじゃない？桃金さんの水着姿見れるぞ。心してみよう。サイコパワー、サイコパワーがみなぎってないか、さきちゃん。キス。問題です。目に映る人たちみんな女性だけど、ブラックティーといえば。問題です。ゴールドのクラブシャフトによってはロフトですね。問題です。次はダイハード3に出演したプロレスラーの名前はハルク・ホーガンではないです。問題です。車の問題、次のうち軽自動車でないのはマチ。まるで答えが見えるような。ごめんなさい、待ちましたか？全然待ってないよ。そうでもないよ。さあ今日はどこへ？今日は私が決めてもいいですか？おー、いいよ。プラネタリウムです。あ、星が綺麗に見えるんです。いいと思うよ。プラネタリウムって好きですか？結構というか、かなり好きだと思う。昔その学校にプラネタリウムのなんか部屋があったんよ。学校になんか、なんかあったんよね、そういうところが。問題です。そこに入り浸ってたわ。問題です。答えが見える。感激です。もう早く話を進めたいんだけど。感激です。レゾン。かわいいな。答えてください。どういう状況？横顔見て一人で問題にふけってる。問題です。老人と海、日はまた昇る、武器をさらば。ヘミングウェイだよね、老人と海は。他は分かんなかった。コンピューターの記憶媒体として適当でないものはどれだ。まあ、うわ、泣いてる。ごめんなさい、故郷を思い出しちゃって。この星の人じゃないの、さきちゃんって。遠いところです。マジ？こんにちは。ボロボロじゃないか、さきちゃん。大丈夫け？大怪獣ゴジラが口から吐くものはどれ？プラズマ火球じゃないんだ。ゴジラは放射能を吐くものだな。仮面ライダーでショッカーを大幹部、死神博士を演じた俳優は。仮面ライダーでショッカーの大幹部、死神博士。知らんけど。問題です。フランケンシュタインで怪物作ったビクター・フランケンシュタインの職業は町の医師。医学生なんだ。問題です。死体が生き返って人間を襲うジョージ・ A ・ロメロのゾーン。正解です。答えてください。秘密戦隊ゴレンジャーの隊員ナンバー2は。早く答えてください。青レンジャーでしょ。そうでしょうな。赤、青、黄色とかそういう順番でしょ。今度はほっぺか。怪獣の尻尾でちょっと。でも全然平気です。尻尾でちょっと。尻尾でちょっと。はい、大丈夫です。この頃事件が多いからもっと頑張んなきゃ。無理すんなよ、マジで。誰の気持ちが知りたいの？もちろんさきちゃんよ。好きです。あの方のために戦いたい。どうする、このまっすぐな瞳。イチコロだね、こんな。うわあ、もう生傷が増えてるじゃない。もうちょっと見てられないな。宇宙刑事ギャバンで、ギャバンが正統服を着用することを
なんだっけ、乗着みたいな。あ、そうそうそう、これこれ。答えてください。ウルトラ戦士の登場しなかった番組はウルトラ Q ですね。問題です。超人ハルクで、ハルクの外見上の特徴は肌が緑色のことです。さきちゃん、どんどんひどい怪我になってるじゃない。平気です、こんなの。大丈夫か。今日休んでた方がいいよ。嫌です、私、あなたと一緒にいたいんです。さきちゃん、一緒にいればきっと早く治ると思うんです。ダメですか。いいよ。ええー、このタイミングだ。また出動です。ごめんなさい、いつもこんなで。サキちゃん、これくらいなんでもないです。それよりまた会ってくださいね。うわー、これはちょっとギュッとなるな、胸が。にっちゃん、あれ、まなぶくんだ。問題。どうした、サキちゃんは。有名な悪人コンビゴリとラーと戦っていたのはスペクトル、スペクトルなんやな。あ、著名な画家竹久夢二をモデルにした映画夢二で夢二役を演じたのは誰だ。真田さん、沢田研二さん。なんか前にも出た気がするけど、もう全く覚えてないわ正直。問題。フリーの名詞形はフリーだ。インスタント食品を英語に訳すとクイックランチ。今日いけるな、今日なかなか冴えてる。今日はなんだ。なんでもない。なんでもないんか。怒るとお得ないな。え、終わり。え、お兄ちゃん、どうした。おい、問題なんて解いてる場合じゃないだろ。おい、目の前で学がボロクソに泣いてるんだ。だってしわくちゃな顔して、目からも鼻からも水を。イギリス製のテレビ、海底大戦争の中心になる潜水艦はノーチですよね。いや、ダメだ、スティングレーなんだ。じゃあアニメでいくか。問題。大空魔竜ガイキング、ガイキングの胴体となるのは大空魔竜のどこ。ガイキングの胴体、大空魔竜頭。じゃあ問題。ちょっと新機動戦機ガンダムウィングで普段はサーカス団に身を潜めているのは、あー、トロワだね。ガンダムウィング好きやったよ。アイドルグループスマップの中で出身地が東京なんだろう。二人ね。どうしたんだ。姉ちゃんが送るなって言うんだ。サキさんが。それだけじゃないんだ。元気でねなんてお別れみたいなこと言うんだ。いや、これは深刻じゃないか。いや、もっと前になるべきだけどな、これ。